けだな、ララ。お前には武器も、味方も、希望もない。ここがお前の墓場だ。見つけたぞ。私は偉大な人間だ。あなたは偉大でも何でもない。アナにそう信じ込まされただけよ。彼は命乞いをし、出てかい、勝負しろ。彼は命乞いをしていた。それが無理だと分かった。今度は君の命乞いを始めた。死んで。死んだのよ。いやよ。トリニティがもたらすのは死よ。それが全てなの。もうやめて。このために全てを犠牲にした。今さらトリニティに渡す気はさらさらない。お父さんはどうなるの？歴史上の笑い者になってもいいっていうの？やっとここまで来たのに簡単に諦めるの？その犠牲を払う覚悟はできてるわ。あなたには譲れない。これで救えるのよ。苦しみ、死にかけている無数の人を。さあ共に変えましょう、世界を。代償は高くつくわ、アナ。生は決して永遠じゃない。死は生の一部なのよ。言うのは簡単よね。あんたは死にかけてないもの。あなただけの問題じゃない。人類の問題よ。人であることの意味を守らなきゃ。奴らが来る。囲まれた。ジェイコブ危ない。神秘の源は世に出してはならない。そうだ。今がチャンスよ、ララ。私たちがやってきたことが報われる。もうクロフト家の人間が死ぬことはない。覚悟はできてる。私は違う。お願いよ、死にたくない。唯一の望みなの。アナ、ダメ。あっ
って。もう待て。長く生きすぎた。壊すこと分かってた。長く生きてきたが、君のような人間は珍しいよ。いよいよだ。私の最後。ごめんなさい。何か変えられると思ったのに。変えたさ。君は立派だ。愛しいララ。私が亀に塗りたくった恥を墓の中の父が知ったら安らかに眠れないだろうと思うよ。クロフト、亀に何の意味が。私はいつかお前が成功することを願っている。いいか、類いまれなものとは成し遂げたことによって決まるのだ。神秘の源はあれでいい。パパに申し訳ない。彼も同じことをしただろう。さあ、飛行機に乗るんだ。父の最後のテープを何千回も聞き直した。だけど、今になって初めて父の言葉を聞いてる気がするわ。父がどんな選択をしたかなんて関係ない。私自身の決断をしなきゃならないのよ。キーテスの神話は真実なんだわ。世界を変えることができる秘密がそこにあるのよ。見つけなきゃ。父のためでもない、誰のためでもない、変えるためよ。それが正しい方向であることを祈るわ。クリアしました。ご視聴ありがとうございました。